んちゃん、おちてみおちゃです。ブラックです。では、今回はですね、ウィニングレバープリン選手やっていこうと思うんですが、今回はですね、まあ、先日ね、1700達成したよという動画を上げたんですけど、試合をしていく中で、結構印象深かった試合とかを、まあ、主にピックアップして見ていこうかと思うんですけど、1戦目の方が1400台の4312の方との試合ですね。まあ、ガチレート戦みたいな感じでね、はい、まあ、丸々1試合ずつ、そう。見せていく形になるんで、3試合あります。あくまでね、印象に残った試合と、はい、監督ね、いろんなタイプの監督、そうだね。戦った時にどうだったのかっていうのをね、はい、まあ、見てもらえればなというふうに思うんですけど、1試合目はね、ほんとよく見る4312。4312もでもやっぱ多かったっすね。なんだかんだ4312が多いのかなみたいな感じで、はい、結構ね、まあ、4312もイゴール・チェルシェンコがね、そこまでいなかったりとかもした、うんうん、だからまあ他だと、まあ、後々出てきますけど、ガスペリーニとか、ね、そうだね、まあ、みんな結構いろんな監督か、あとは4312か、そうだね、っていう感じですね。ここ良かった。たっすよね、このゴール。ここで決まるんですけど、これポイントがあって、そのルートフリットの方に入った時に、ルンメニエのところ流してダブルタッチっていうのが一つ形なんですけど、うん、あっちを使わないで、キミリ使って、縦のワンツーで落としたってところが、まあ、結構駆け引きかったのかなっていう。フリットはこう、ちょっと下がってくる分、ワンツー入力でいうと、すごいギャップができてね。ここで浮きにくいじゃん。ここはちょっと低いからね、位置がね。で、これルンメニエが張るじゃん、ここで。うん、だからその段差みたいなのができて、で、ここもね、調子これ出さないですよ、まだ。うん、で、このタイミング。でこのなんかレート上げてくれて結構大事なのがパスとか、まあ、キープとかもそうなんだけど、そのね、タイミングをずらすってことがすごい重要で、なんか特にその難しいドリブルとかね、フィネスをなんかチャカチャカやるとかじゃなくて、タイミングをとにかく外さないといけないんで、ウィレは相手の。それもね、だからその相手の重さ、自分たちのその、そう、なかなかうまくいかない試合もあるんで、まあ、そういうのは諦めるしかないんですけど、まあ、これはね、かなりいい形で、そう、なんか一回はまり出すと、結構点がね、ポコポコ入るこのゲームだなっていう感じで、1点がすごい早い状態で取れると、こういう感じでね、試合が早く終わる、これが結構多かったっすね。波が来るんですよね、うん、で勝ちの流れみたいな。そう、例えば、最初に自分が早めに1点取って、相手もね、すぐ返して、これ、バカ試合になります。そう、もう点取り合いみたいな。うん、そういうのもね、あったかなっていう感じで、ね、で2戦目がですね、1500台の方との試合 でこの方はガスペリン使ってて、うん、これ結構打ち合いですごいいい試合だったんで、ちょっとお見せしようかな。まあ、さっきはちょっと早かったんですけど、これはね、本当両者ともに得点がボコボコ入る、最後に、ね、結構緊迫するような試合なんですけど、ガスペもね、火力がやっぱ結構あって、いや強いですよね。じゃあ、うん、ちょっと見るね、やっぱりガスペリン、守備もね、まあ、3バックなんですけど、そんなにね、やっぱりめちゃめちゃざるったわけじゃないから、はい、でも結構ね、前から圧力くるんですよね、うん、ガスペリーニはね。で、これなんだよね。で、この開幕の後のこの応援抜け出し、うん、これね、本当結構ね、レート上げていく上でも何発も食らったんですけど、開幕返しですね。開幕ってある意味、自分がまあ一番得点を狙える、まあ、絶好のチャンスなんだけど、ああいう風に途中タップで見せると、こっちのディフェンダー陣もちょっと足固まってるんで、うん、この辺じゃなくて、ゴール前まで行きたかったなって印象あるんだけど、この2度目の開幕はしっかりここはね、相手の逆をずらして決めていくと、この展開になるとね、試合のね、そのあれがバカスカと入ることも結構多いですね。はい、といった感じ、まあ、ガスペなんで結構サイドとか使ってきて、多分攻めてくるみたいな感じだよね。何点も取るみたいなさ、1回8対6の時あったっけ、なんかむっちゃ打ち合いみたいになる時があるんですよ。なんだってがなるよね。そう、すごいから。守備という概念がない世界になるよね。これね、ボワードで打ってきたんですけど、まあ、気持ちね、ニアハイ狙ったんですけど、まあ、ちょっとシュートゲージが足りなかったのかなということで、あれ、ニアハイするのもね、もう思いっきり超えちゃったりもするからね、ボワードならやってくれる感じもあるんだけどね、でこういうセットプレーとかで入ると、また気持ちが楽になるんですけど、まあ、やっぱり1500超えてる方なんで、攻撃のところとかも、まあ、すごい丁寧なんでね、そこら辺はちょっとそのタイミング、やっぱずらしていかないといけないというところで。ここ集計入れてね、ホールなんでちょっとかわしてって、ここでボアドゥね、うん、ワンタッチなんですけど、まあ、これもね、ワンタッチしてからシュート打った方が良かったのかなっていう気がしますけどね、ちょっと無理やりね、うん、シュート打ちに、まあ、シュートで終わることは結構いいことなんで、それで、まあ、カウンターで返されるのにちょうどあるからね、守備でね、ちょっとこうパスコースを切りつつ、なるべく相手のこの前で取りたいってところなんですけど、ここを取れていかないと、ここダビド・アラバで1回サグ散らされて、ここに入ってきた、ここ取りたいね、うん、OK、ここで取れるといいですね、2フットの場合は。
さあこれナイスホルダーの上がり、一回ここで一回下げてホルダーのこの上がりをね、ちょっと使ってあげるんだけど、うん、ここはボアドゥのホハナがね、相手方ホハナ使われてるんですけど、やっぱ強いねホハナも。まあ身長がねやっぱりこうでかいっていうだけで、まあなかなか攻撃的な選手でね、身長がすごいでかい選手っていないんで、はい、ちょっとやっぱ、まあ、体でね圧殺されるっていうのが結構嫌な、うん、そうだね、守備のされ方かなっていう感じですね。でこれ今のファールでかいっすね。ネドベドってアグレッシブネス高いんで、うん、こういうところでファールで止めてくれるんですよ。ちょっとそうすると今の流れって結構危なかったんですよ、カウンターで、うん、これでねネドベドがねプレー切っちゃったのが結構でかくて、ネドベド足ポンポン出るんでファールしてくれたっていうのがでかかったかな。ここね危ない、ナイス、これルインダーは ね、いいところだね。まあワンチャンぶつかってね相手ゴールに落ちちゃって それでシュート決められちゃうっていうところもあるっちゃあるんだけど、はい、これもねやっぱ落ち着いてますよね。3バックなんですけどちゃんとここら辺のビルドアップが丁寧で、うん、特にやっぱ幅がね、うん、サイドにこう両サイド張ってるんで、幅が使われるっていうのがね結構相手にしてるとね、これねここだよね、うん、クライブのところ入ってクライブとトーレスは結構近くて、トーレス入った時にガッツって寄せたんだけど、なんか入力が甘かったのかちょっと入らなくて、その一瞬の隙を作られてちょっと決められちゃったっていうところで、ね、ちょっとこれね大江の流れいいね、うん、相手の方にちょっとずつこううまく相手の方の攻撃がはまってて、こっちがちょっとあんまりいい攻撃が今できてないのかなっていうところですけど、さあここフリット当たっていくと、これもまあね今上がってきたホルダーね、うん、見えてるといいんですけど、多分気持ち焦ってますね、ちょっと 2-1 になって逆転されてるっていうところで、まあね、まあだからこのメンタルがね本当に大事なんで、いかにねこうブレずに自分のサッカーやれるかっていうと、ここら辺とかもねやっぱり簡単には縦入れてこないんですよ、うん、でここで入れないでね振り抜かれてシュートなんですよ。これね結構トーレスのところに入って、まあ、トーレスのシュートは入るんかいってところなんだけど、ただやっぱ相手の方があれやっぱり中盤で何回も作り直してたじゃん、うん、あれが大事なんですよ。結構ポゼッション嫌がる方いるんですけど、ここでねもう3回目ですね、そう今回のあれで開幕でこう相手に取られちゃうと、そう取られちゃったんだけど、ねポゼッションがね結構嫌がる方いるんだけど、ただあれって結構重要で、うん、相手の方はあれ上手いところなんですよね、やっぱりじらしじらしてっていう、そうだね、ここで抜けてくるけどキーパーのノイア、これね守備的だったら出てこなかったのかなっていうところですけどね、まあちょっとこれ1点返しときたかったって返しときたかった、そうそうそう返しときたかったって言うんだけど、まあ、ちょっとね、こうなかなか難しいと。3-1、まあ、ただね、2点だったら、まだこう巻き返せるチャンスが来るんで、うん、まあ3-1、まあ、4-1とかはちょっと厳しいけど、3-1だったらまだいけるよといった感じでね、支配率からしても、やっぱり向こうの方にちょっとボール持たれてる、あんまり3バックとかの場合は、やっぱ結構向こうに持たれるんですよね。特にこのサイドの、要するに選手をこうちょっとあんまつけないから、はい、まあ、5バックのサイドバックがちょっと対処したりとかするんだけど、そうすると斜めにね、こうパスが入ってきてちょっとギャップ作られてやられちゃうっていうところがあるんで、これ縦に入れさせたいんだけどね、結構こう横使うんですよね、ここがやっぱり結構うまくてなかなか縦に当ててこないんで、こう挟んで取ることができなかったってとこありますけどね、ここら辺をダイレでちょっとタイミングずらしながら変えてと、サボールランためて一回これフリートですね、でネドベトの上がりを待ってその前にシューケン入れると、でここにネドベトが上がってきて、やっぱ3バックのこれが弱点ですね、そうサイドからのやっぱ上がりに対しては手薄になるんで、大外がやっぱり3バックがゆえにいないんですよね、そうそうそう、だからもうああやってちょっと抜かれてスルーパス出されて決められちゃうみたいなのがあるんで、うん、結構3バックは火力あるんですけど、3バック相手だったらね逆にこっちが火力を押し通すこともできるんで、ね、まあ、2点とか3点とか本当になんか後半ね、スパサブとかうまく噛み合うと点取れる可能性があるんで、なんかね、あんま諦めずにやるっていうのもありなのかなっていう感じがしますね。これが 4-3-1-2 とか、もっと硬い監督とかだと厳しいんだけど、あれで3バックだとね、うん、本当に守備はね、結構たまにズルズルになっちゃってる時あるから。これでも面白いね、スコールズとベッカムをサイドの CMF にして、うん、なんかちょっと絞らしてるみたいな形の方面なんで、結構なんていうの、ガスペリーなんですけど、なんかこうね、なんか形のガスペじゃないよね、これちょっと変えてるようなガスペ、なんか守りづらい、やりづらかった感じはやっぱあるね、これサイドうまいんでパスが、だからピタッとやって、これうまいですね、うん、やっぱここでね、貯めるってことを相当意識してるのかな、これね、嫌がる人いるんだけど、こういうのも技術だから、やっぱり、だからこれ別にやられてやってみたいな、これはいい読みでしたね、この中にね、これずっとちょっとずれすぎけど、まあでも、ああいうのもあるからね、ここら辺もね、タイミングがずらで、危ねえ、これ、いいや、クルトはナイスというね。危ないところ、これ3人ただ向こうの方にはプレッシャーかかってるんで、ここから上げていきたいところ、サーティルためたい、キープナイスだね、うん、これ今いいね、何も
だ戻っていったっていう。でここで上がりでね時間が作れるんで、ドニールマレンでなんで打つの、ああ素晴らしい、ちょっと焦りすぎなんじゃないかと。これちょっとね横に出す、外国の血入ってるんかってぐらい、外国の血入っちゃってる、英語出ちゃう、英語出ちゃってるね。でもあのマレンが受けた最初のくさびのところがポイントで、あそこでマレンでその下がっていったんですよ。であれ横にも右にも向かなかったでしょ、うん、あれが結構勝負決めたところで、やっぱ相手の方は結構そのウィーアプリってさ、あの PSO みたいにスパキャン読みみたいな感じでこう右とか左に動かすことできないから、うん、一定の方向しか来ないから、そこは結構いい読みができたのかなっていう、こっち側もね。あとはそのマレンで下がることによって、その他の選手がそうそう上がったよね、そうスペースに上がるんですよね。だから結構その入れ替わりが起きて、うん、結構チャンス生まれやすいのかなっていう、はい、さあここファイブバックも幅使いますよ。サロビンゴセンスでちょっと早いな、うん、中に入れんの焦りすぎ、こことかねうまくねカットできたりとかするとすごい楽なんだけど、これ怖かったね、これこれサイド使われて、これ絶対絶命で厳しい、耐え忍ぶしかないよ、奥に当ててるんですよこれ、うん、でこれクルトワがナイス反応だったんですけど、これはね自分で言うのもなぜ結構良かった守備、やっぱあそこでナイス坊ちゃん、そうもうクルトワ信じたって。でここねわざとあのもうあの攻撃参加させます、風見ろ、うん、上がらすことによってマレンでこっち向いて、こっち側でルンメニゲなんですよね。やっぱあのマレンで逆を取れたっていうのはね結構いいところだった。これでね3対3なんで、結構これの流れで言うと4対3にできる流れなんで、まあ4対3にもできるし、とにかくもう負けよりはやっぱその引き分けはもうしょうがないかなみたいなね。そうこれうまいね、ここのボールの持ち、うん、さあここね中途半端、これ一回ちゃんと、そうでもルーミーに粘りたいんだけど、カバクをやるけどギリギリ前棒にして、一回このサイド厳しいなんだけど、なんかしんなきゃ伸びるという、うん、こういうのよくあります。これがねなくなってほしいんだけど、まあなかなかね、まあずれたりとかするのは今作なんで、まあ今作も前作もそうなんですけど、はい、ちょっとねここで相手の人も多分スパサブ、こうちょっとねとっておきの選手切ってくる可能性もある。これもう書いてるね、サパタイエー、あもう前半がそう、これ多分俺深呼吸したかも、あなるほどね、ちょっと深呼吸してね今あのどっちつかずになってたね。こういうのも大事ですね、うん、試合の間でサパタね結構ここでね出さないんですよ、一発でやらしいのが、ここもね、うん、出してこないのよ。だからこれ普通で出してくるんだけど、やっぱり溜めてるんですよね相手の方で、これサネでめちゃ運ぶ、このサイドに空いてるわ、でここ入れる、でマレンでここダブダッシュ確定ズドン、いや素晴らしい、この形を作り出したいっていうのがあるんで、ね、これは本当によく逆転したなと思う。そうまあ大体こういう試合って負けちゃったりだとか、あとはまあ引き分け、はい、っていう感じなんですけど、まあ、この試合は逆転までできて、そうそう結構印象深かったよね。そうこれでもうまいよね、アラスカレタの持ちとか、うん、あの分かるかな、その緩急つけてるんだよね、ダッシュ入れるとこダッシュ入れないとこで、ここでねサーパーターの力が出てくる、あ怖い、これなんですよ、これ、まあ、これはね事故なんだけど、ただなんつうのかな、俺からすると別にこれなんかでも相手の人も事故らせに行った事故なんですよね、うん、でそれもなんかね事故らせるってことも技術なんで、別になんか今のでうわ事故だって感じはしなかったかな、なんかやられたなって感じだね、逆にサパタにここは危ねん、めっちゃ最後すごい危なかった、やめてくれと、これも引き分けたいのよ 4-4 で、うん、でこれね4対4でね結構熱くて、相手の方もめちゃくちゃうまいあの方で、本当楽しそう、すげえ楽しかったこの試合、めっちゃ言ってて、うん、といった感じで4対4 でこの試合で、ね、4対4とかだとね試合率見てほしいんですけど、こっち 48% なんで、だから結構ねあの点差が離れちゃうと6割とか超えちゃうんですけど、そうなんかねこの前のね確かなんか監督の、はい、あの監督っていうかレイド戦700達成した時にポゼッションがっていう人がいたんですけど、はい、ちょこちょこね、そうあのポゼッションってね、だから要するに相手とのあれで変わってくるんで、例えばこっちが5点とか入れてるとやっぱそれその分だけ支配率が深くなってくるっていうのがまあ顕著になってくるし、あとね相手のパス成功率とかもかかってくるので、そこら辺ちょっといろいろ違うのかなと。第2戦目がこれねイゴール・チュレフチェンコなんですよ。1400円の方のイゴール・チュレフチェンコという1戦目が4-3-1で、2戦目がガスペリン、で最後はイゴール・チュレフチェンコということで、まあイゴール・チュレフチェンコ今流行りてると思うんで、あの5バック使ってる方もいるんでね、あのチェレフチェンコとのまあ試合内容みたいなところを、ね、見ていければなといった感じで、ね、見て、まあ、メンバーは、ね、基本的に変わってないよといった感じです。結構相手がね3バックとかの時とかはあのやっぱ相手も火力があるんで、すごい試合がねあのどっちかに触れることが多いというかね、こっちがめっちゃ点取れるか、それとも向こうがね結構流れで点取れるかみたいな感じになってくるんで、相手に言って嫌だは嫌なんだよね。これねロビンゴセンスのねドリブル突破からね上げてみちゃったみたいな、これね、フリットってこれがあるんですよね。だから、まあ、1、2試合見てもらえば分かるんですけど、ほとんどっていうか全ゼロだったよね、サイドからのクロスが、うん、ただなんかね、上げてみようかなっていうタイミングで上げるとね、このワンチャン、これがね、あの刺さる場合があるんで、まあ、あとあれ以上ね、なんか変に取られてカウンターされるのもね、あのちょっと微妙いから、あー、はい、
これがね、一番やりたくないゴールなんですよ。ダブルタッチからの人。でもね、あれも今2枚ぐらいいたのよ。なんかまたかなんかスルスルって言ったじゃん。でもあれしょうがないっていう。だその自分でね、なんかその決められたゴール、でもね、イライラしないっていう。あ、もうしょうがないなと思う、その心がね、結構大事なんだなって、データ上げて思ってたの。まあ特にね、こういう、しょうがないもあれ。6分、ほとんど時間ないからね。こっちも入るから。だからね、切り替えるってことが大事なんで、やっぱなんかね、俺もね、やっぱりワンゴールワンゴールなんかすごいね、なんだなんだとかって思ってたんだけど、もう別に受け流すってことがね、結構大事なのかなっていう気がしますね。そう、こっちの流れになってるから、しっかり。これ、ルンミニー使わないで、なぜかしなきゃベッカムスルーだけど、集計入れて、ここでポカされてファールをもらっていくっていう、ね、感じのところですね。まあ、フリットは本当だから、頭も強いっていうところがね、すごいいいっすね。まあ、万能選手なんで。しかも下げれるしさ、後半 CMF にね。さあ、ここ。フリーキック狙うと見せかけて、ここのね、カゼミロに当てちゃいますと。で、ニア打ってみたら入るから、うん、こういうの。こういう、なんつうのかな、試合の流れみたいなのもあるんで、やっぱりね、その、いい攻撃を、まあ、常に仕掛けるってことは大事ですね。まあでも、あそこでカゼミロ入ったのは相当結構ラッキーかな。ラッキーだね。だってカゼミロの決定力考えればね。うん、そう。ああいうのがなんか流れで入っちゃったりとかするんだけど。これよく通った。これやっぱ空いてるよね、チェンコはね。うん、チェンコここ開くんで、あのこういうところがね、あのガンガン刺さってくるんですよ。あのリトリートセーフティーじゃん、うん、でそのラインが2でコンパクトに10とかだと結構、ね、中盤めちゃくちゃ間延びすんの。そうだからそこに選手がね逆にね入ってきやすくなるんで、確かに前からの圧力っていうのはすごいんだけど、うん、その代わりそのやっぱ後ろの中盤のところは結構スカスカなんで、そこをねあのうまく攻めていってあげると、あの結構いい攻めができるっていう、まあ、2試合目 のガスペリンエとかだとまたその3バックなんですけど、逆で結構ラインも高いし、逆だね、あれはね、あのコンパクトで前から行くような3バックなんで、はい、そのイゴルチェルシェンコとはまたちょっと違った感じ の、うん、あの守り方をしてくるんですけど、はい、どちらかというと前から来る方がね、そのちょっとなんか相手も火力が出てくる感じになるから、ちょっと嫌かなという感じでね、まあ、この試合はこんな感じでね、はい、切断勝ち、切断勝ちになりましたけど、こういった感じでちょっと1700行くまで の、はい、あのちょっと面白かった試合じゃないけど、うん、印象に残った試合をね、はい、ちょっとピックアップしていったんですけど、あの需要があればね、また見たいって方がいればですね、ガチレード戦みたいなね、そうそう、ぜひですね、あの高評価を押していただいて、あの需要があればまた動画撮りたいと思うので、よろしくお願いいたします。高評価のぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。としょーそらボー。